文字とは言葉、言語を伝達し記録するために線や点を使って形作られた記号のこと。文字の起源は多くの場合物事を簡略化して描いた絵文字であり、それが転用されたり変形、簡略化されたりして文字となったとみられる。文字は言語に直接結びついて意味を表す符号や記号である。言語に直接結びついてとは、 必ずしも文字が発音そのものを表すということではない。もっぱら具体的な事物を表す記号からなる文字の体系や文字が表す語の意味は一定だが文字の発音は言語によって異なりうる体系も存在する。アルファベット圏ではアルファベットのような単音文字を字、それ以外の文字記号を文字と区別することがある。一方漢字圏では 象形や指示によって作られる具象的な記号を、文、形成や、会意などによって構成される記号を、字と区別し、両者を合わせたものが文字であるとする。この説は広くルフしているが、実際には正しくない。文字体系とは、動詞の表記に使われるひとまとまりの文字の体系のことを言う。特定の文字体系を指すときは、単に文字と称することも多い。また、 同じ系統や同じ類型に属すると考えられる文字体系のグループを文字体系ないしは文字と呼ぶこともある。一般に言語と文字体系は1対1に対応しない。アラビア文字、漢字、キリル文字、デーバナーガリー、ラテン文字のように複数の言語で表記に使われる文字体系は多い。逆に一つの言語で複数の文字体系が使われている。 場合もあり、日本語では漢字、ひらがな、カタカナの3つの文字体系が、言語の表記に、不可欠なものとなっている。セルビア語やボセニア語等には、ラテン文字、キリル文字の2通りの表記方法が存在し、このように、同一言語に、複数の文字体系が存在することを、ダイグラフィアと呼ぶ。表記体系とは、ある文字体系に加えて、聖書法、苦闘法や、 字体、文字、語句の選択基準などの種々の言語的慣習をも含む文字仕様の体系のことを指す。同じ文字体系を用いていても、異なる言語では表記体系に違いが見られることもある。現実には文字体系と表記体系との区別は曖昧であり、両者はしばしば混用される。コンピュータによる文字情報処理の分野では、 複数の言語を同時に扱う際に、文字体系や表記体系に範を取った概念が用いられる。用字系は、特定の言語のために用いるためのひとまとまりの文字や、記号を指す。初期系は、ある用字系を用いて、特定の言語を表記するための規則の集合を指す。文字体系に含まれる記号の最小単位をジボと呼ぶ。ジボは、文字と一致する場合もあるが、 文字体系、言語、民族によっては、文字より小さい単位を字母とみなす場合もあるし、補助的な記号を字母に含めない場合もある。一方、学術的な用語では、ある文字記号を構成する部分のことを、初期素と呼ぶ。表音文字では、音声の音素、表語文字では意味の意義素あるいは形態素に対比される、概念である。何を、初期素とみなすかは、 研究者によって異なることがある。上述の通り言語に直接結びついた符号や記号のことを文字という。ただし、文字の類似物として、言語と結びつかない、あるいは間接的な結びつきしかないが、何らかの意味を持った符号、記号体系も存在する。字体とは、ある図形を文字体系の特定の一文字と認識でき、その他の字ではないと判断し得る範囲のこと。 これに対して文字体系に含まれる特定の文字の図形としての具体的な形のことを字型という。字体の基準は文字体系や表記体系によって異なる。逆に言うと異なる文字体系同士でよく似た文字があってもそれらは別の文字とみなされる。一方の文字体系から他方が派生した場合や双方が共通の祖先を持つ場合には字型。 発音ともによく似た文字が現れやすいが、たとえラテン文字の、A と切リる文字の、のように字型、音歌ともほとんど同じ場合でも、文字としては別の文字である。漢字の、にと、カタカナの、にのように関係があるともないとも言い難いものや、カタカナの、ゆとハングルの、のように全くの偶然の一致によるものも、別々の文字体系に属する別の文字である。字体の基準は、 言語や時代によっても変化することがある。例えば漢字で基地の三角目を一角目より長めにするか短めにするかという違いは時代の違いとなることがあるが現代の日本の常用漢字ではこの違いを区別しない。文字コードでは個々の符号が表し得ると考えられる字型を抽象して特にグリフと呼ぶことがある。書体とはある文字体系で 字体を一貫した特徴と様式を備えた字型として表現したものを言う。漢字の手書き文字での伝書、霊書、会書、行書、草書や、活字やフォントの名長からだ。ゴシック体、ローマン体、セリフ、三セリフなどは書体である。中国では、戦国時代までに文字を意味する語として、書、文、名などが用いられるようになっていたが、これらは、 文字以外の意味も持っていた。真の中国統一に伴い、旗の語彙、字が公式に用いられるようになり、関代に入って文字を表す語として定着した。一方、文字という語の確かな書質は、前漢の芝千による、式である。これは、紀元前三世紀に始皇帝を検証するために、建てられた牢屋大国籍碑文の、車道義、書道文字を引用したものだが、 碑文では因律を整えるために文に字字を付加しただけで当時は文字という熟語は使われていなかった。式以降になって初めて文字という語が言語を書き記すための記号の意味で用いられるようになった。各種の文字体系を分類するために様々な基準が存在する。次のような分類があり得る。本節では類型的な分類について解説する。 系統による分類については、系統の不死で見る。言語との関係は、文字体系別の言語の一覧を、また時代や地域については、各文字体系の解説を参照されたい。文字体系の一覧も参照されたい。随一に、Wikipedia 日本語版のカテゴリーで用いられる、文字体系の類型的分類を示す。また、次に、 世界の文字体系の類型別の分布を示す。次現代の世界における文字体系の分布アブジャド、アラビア文字、その他のアブジャドアブギダ、レーバナーガリー、その他のアブギダアルファベット、ラテン文字、キリル文字、その他のアルファベット蘇生文字、ハングル音節文字、音節文字、標語文字、漢字研究少子ヨーロッパ世界では、伝統的に文字は、 音声の補助に過ぎないという考え方が根強くあった。ソクラテスは文字に頼ると記憶力が減退し、文字で書かれたものは弁説よりも説得力が劣ると考えた。後に、地中海沿岸世界ではエジプトヒエログリフが忘れられ、ヨーロッパとその周辺では、 アルファベットなどの音素文字だけが使われるようになったため、音声を忠実に再現することこそ、文字の本質だという考えは、一層強まった。さらにルソーは、事物の描写は、未開の民族に、語や文章の記号は、野蛮な民族に、アルファベットは政府に統治された民族に一致していると、述べ、使用される、文字体系の種類が、 社会の進歩の度合いを反映しているという考えを示した。この三つはピクトグラムや象形文字、標語文字、標音文字に対応している。18世紀には様々な言語を客観的に比較する姿勢が強まったが、文字の研究は音声学の一分野として行われるにとどまった。このような主張から文字は象形文字から音節文字へ。 さらには音素を完全に表記できるアルファベットへと発達していくものだと広く信じられるようになり、一時は主流的な考え方にもなった。しかし、今日の言語学では、以上のような説は完全にとは言えないまでも、ほぼ正しくないことがわかっており、当然のこととして使用する文字体系の種類が社会の進歩の度合いを表すというような見方は完全に否定されている。 また、中華世界では、事情が異なっていた。上古に、すでに甲骨文が見られるが、これは木線による死にを伝えるものであった。封建制が成立した後も、文字使用の独占は、権力の源泉となった。周王朝の滅亡によって、文字の技術は、独占を脱し、文字の使用は広まったが、標語文字としての漢字の能力は、 多くの方言や言語を横断する共通の意思疎通手段として、中華世界の一体性を維持することにつながった。さらに、開秩序の拡大に伴い、終焉社会にとっては、漢字は、文明の中心地から、先進文化を受け入れ、その権威に預かるための手段となった。その間、中原には、様々な民族が侵入し、多くの王朝が交代したが、 漢字は使われ続けた。中国語は一音節が一形体素に対応する孤立語であり、漢字はその形体素を書き表したので、文字がすなわち言語であった。そのため言語学は、発達を見ず、代わりに文字を手がかりに、イニシエの文献を読み解く訓子の学が発展した。個々の文字は、形音義の三要素によって、分類交渉されるようになった。 20世紀に入ると、文化人類学や構造主義言語学が起こり、人間の諸活動の内文字の使用についても、通字的側面とともに、教字的側面からも検討する、方法論が主流となった。また考古学の発展もあって、文字の発達や、文化の理論も修正された。表音と、表意、表語伝統的によく用いられる、文字体系の分類に、表音文字と、 表意文字に対別するものがある。漢字やヒエログリフなどを表意文字と呼ぶことがある。しかし、そのような文字体系は、文字の一つ一つが意味そのものを表すのではなく、言語の語や形態素に対応しており、その結果一つ一つの形態素の発音をも表しているのだから、適切ではないとの意見がある。したがって、このような文字体系を表語文字と呼ぶ。表語文字では、 文字が語や形態素を表すと同時にその発音も表す。対して表意文字では発音は必ずしも明らかではない。アラビア数字は最も後半に使われる表意文字である。例えば9という文字は言語によってまた使われる場面によって様々な発音で呼ばれる。しかし、 発音が明らかでなくてもこの文字が Q という意味を表すことに変わりはない。表音文字でも発音そのものを表記しているわけではない。形態素が連接する際の渡り音は表記に反映しないのが普通だし、音音の交代を反映しないこともしばしばある。例えば、現代朝鮮語の聖書法では、ハングルの表記で形態主義をとり、発音の上では、 死因の交代が起こっていても、語感の表記を変化させない。このことによって、文中の形態層を識別しやすくしている。それぞれの語の綴りも、発音を忠実に表しているとは限らない。現代英語のイナフ、ないとソートの GH のように、異なる発音を表す場合がある。言語において、その発音は時代を経ると、音韻変化によって変わっていくが、 文字の表記は変化しにくいためである。タイ語のタンマサートは、サンスクリット語のダルマシャーストラダルマサーストラに由来するが、言語の発音を綴りの中に保存している。日本語の現代仮名遣いで、女子の和、え、おのみには、かつての表記を残しているのも似た現象である。このように発音と一致しない綴りが保持されるのは、形態素同士が、発音だけでは、 区別できなくなる不便を補うためだと考えられている。標音性や、標語性という性質は、程度の差はあるが、どの文字体系にも備わっており、相対的な基準であると論ずる、研究者もいる。アンドレ・マルティネは、人間の言語が二重分節されていることを指摘した。つまり、言語の文はまず一連の単位に分節され、次に、それぞれの単位が一連の音に分節される。 言語が持つ、この性質によって、限られた数の音素や音節から、無数の語を作り出すことができ、それらを規則的に組み合わせて、無数の事実を表現することが可能になる。標語文字と、表音文字は、それぞれ、第一次文説と第二次文説のレベルを文字として、言語を表記するものと言える。本項目では、文字体系をまず表音文字と、表語文字に大別し、 表音文字をさらに細分する。アザ型の規則性表音文字の起源は、多くの場合、標語文字や象形文字からいくつかの文字を借りて、音節や音素だけを表すことに用いたものである。実際、大抵の表音文字体系では、一つ一つの文字や、字母の字型と、それらが表す発音との間には、関連がない。つまり、表す音素や音節ごとに、 別の字型の文字がある。しかし、文字や、字母の字型と、発音との関係に、規則的な関連が見られる、表音文字体系もある。こういった、文字体系の多くは、計画的に作り出されたもので、蘇生文字とも呼ばれる。ハングルは一見漢字を連想させる字型だが、一つ一つの文字は、死音と母音の字母を規則的に組み合わせて、音節を表す純粋な表音文字である。 同じ超音位の死因磁母は似た形をしており、朝鮮語に特有の平音、脳音と激音の対立を磁母を変形することによって表している。母音の磁母の形も朝鮮語特有の非母音と影母音の対立や母音調和法則に即した規則性を持つ。天狗ールはトールキンが架空の中津国で使われている文字体系として作り出したものだが、 やはり死因の字型は超音位置や超音形式に対応した規則性を持つ。ただし、これらの文字体系のうち、それぞれの文字が音節ごとに表記されるものは、文字の構成要素である字母を単独で書き表すことは原則としてない。したがって、本項目では、この分類は取らず、一つ一つの字母や、初期素ではなく文字が音素と音節のどちらを表記。 するかによって、表音文字音素文字と音節文字に区分するにとどめる。一方、アラビア文字やモンゴル文字のように、語内の字母の位置によって、字母の姿形が変化する文字体系もある。字母が連結して書かれる文字体系に見られる特徴であるが、同じ文字体系でも、言語や表記体系が異なる場合に連結規則が異なる場合が見られる。このような文字体系の場合、 ジボが位置によって、姿形を変えるとみなされるが、ジボの字型の類似と発音の類似に関連性が見られるとは限らない。音素文字とは、表音文字のうち、一つ一つのジボで一つ一つの音素を表す、文字体系。アルファベットと総称されることもある。EN、p ー,ター t ー T. d a n i l ズは、音素文字を、さらに細分し、アブジャド、アブギダ、アルファベットに分類した。 かつてアブギダは音節文字とアルファベットの中間に位置づけられ、しばしば音節文字に分類されたが、今日ではアブギダとアルファベットは、多くの場合アブジャドから、それぞれ別個に発達したものだと考えられている。音素文字に含まれる字母の数は、表記する言語の音素数に昇用しているため、少なくて20程度、多くても50程度までである。アブジャドアブジャドとは、 語の詩音のみを字母として綴る文字体系である。詩音文字、または単詩音文字とも呼ばれる。アブジャドに属する文字体系には、アラビア文字、アラム文字、ヘブライ文字、ペルシア文字などがある。現在までに知られているアブジャドはすべて、セム系言語を表記するために発達したと考えられている。学術用語としてのアブジャドは、ダニエルズの草案になるものである。 この語は、アラビア文字の伝統的な順序の最初の四文字に由来し、ひらがなの、いろはがそうであるように、アラビア文字を意味する語として、古くから用いられていた。アラビア文字キス法も参照。アブギダ・アブギダとは、死因の字母に、特定の母音が結びついているため、単独の死因字母が、随伴母音付きの死因を表す、文字体系のことである。随伴母音以外の母音は、 ダイアクリティカルマークを付加するなどの決まった表記規則によって表す。アブギダはブラーフミー系文字に属する数百の文字体系を含むため現在世界で使用されている文字体系のおよそ半数はアブギダであることになる。他にアブギダに属する文字体系としてはカローシティ文字、現代のエチオピア文字、カナダ先住民文字の一種のクリー文字などがある。 アブギダという用語もアブジャドと同様でダニエルズの創作である。エチオピア文字のセム系文字で一般的な順序での最初の4文字の読みから来ている。アルファベットアルファベットとはすべての母音と心を各々独立した字母で表記する文字体系のことである。アルファベットはラテン文字やキリル文字のように多くの言語の表記に用いられる文字体系を含むため、 現在世界で使用されている言語の内文字を持つものの、大半はアルファベットで表記されていることになる。他にアルファベットに属する文字体系としては、アベスター文字、アルメニア文字、エトルリア文字、グラゴル文字、グルジア文字、イラクのクルド語で使われるアラビア文字、ゴート文字、コプト文字、フレーザー文字、満州文字、猛コ文字、オルチキ文字などがある。音節文字とは、 表音文字のうち、一つの文字で一つの音節を表し、音素に分解して表記しない、文字体系のことである。音節文字に属する文字体系には、爪文字の音節文字、倍文字、キプロス音節文字、線文字 B、ジェロキー文字、女書き、ハンブル、ひらがなとカタカナ、などがある。表音文字では、多くの場合、文字の字型とそれが表す音との対応に、 規則性はない。したがって、音節文字では、表記する言語で弁別される音節の数だけ異なる文字がある。そのため、文字の数は100から数百程度である。ひらがなと、カタカナはその加減に近く、基本的な文字の数は48である。ほぼ上限と考えられるのは、 両産規範常文で音節の成長の違いも異なる文字で表すため文字の数は800以上に上る。なおハングルはアザ型の規則性の不死で述べた通りアザ型と発音の関係に規則性があるため論理的に可能な文字の数は1万を超える。一つの文字が一つの語あるいは形態層を表す文字体系のことを標語文字と呼ぶ。中国語では 一つの音節が一つの形態層を表し、漢字は一つ一つの文字が形態層を表している。したがって、漢字は完全な標語文字としては、代表的なものである。表意文字との違いについては、表音と、表意、標語の節を参照。標語文字に属する文字体系には、アナトリア文字、エジプトヒエログリフ、漢字、キッタン文字の一部、設計文字の一部、 骨つ文字、小相技、女心文字、聖歌文字、シュノム、トンパ文字、マヤ文字、などがある。標語文字体系の中には、標音用の文字も持っていて、標語用の文字と標音用の文字とを組み合わせて、語の意味と発音の両方を表そうとするものもある。また、複数の文字を並べて、より複雑な意味を表そうとするものもある。 エジプトヒエログリフやトンパ文字などがこれに当たる。一方、漢字やそれに影響を受けた、標語文字体系では、この方法を、回意や形成といった手法に発展させたため、言語の語や、形体素の一つ一つを文字で表すことができるようになった。後者のように、すべての文字が形体素と、その発音の音節を表す、文字体系を、特に、 ロゴシラバリーと呼ぶ研究者もいる。標語文字の特徴として、文字体系に含まれる文字の総数を確定し難いということがある。例えば、漢字は、その誕生以来文字数を増やし続けてきたし、今日でも、新しい文字が生まれ続けている。また近年は、漢字を、コンピュータで利用するための文字コードの編算がたびたび、行われ、 そのための転居調査を行うたびに収録漢字数は増加している。円元文字は当初ピクトグラムから発達した象形文字であったという仮説が有力である。しかしピクトグラムから象形文字への移行を裏付ける証拠はほとんど発見されていない。他の説を唱える研究者もいる。デニス・シュマント・ベッセラは中東一帯の遺跡から発見される。 粘土性商標が文字の起源となったと主張する。小取引の際、商品ごとに型の異なるトークンを用い、トークンの数で取引数を表す。取引ごとのトークンをまとめて、中空の粘土の玉に収めたり、紐で綴って、両端を粘土の塊で封印することで取引の証明とした。後に風球破らの表面に、 トークンの形と数を記すようになった。つまり、商品をトークンで表し、さらに、トークンとその数を記号で象徴するようになった。これが、文字の起源であるとする説である。しかし、この説への批判も多く、現在の主流の見解では、トークンは、文字の誕生の一要因であったが、トークンのみで全てを説明することはできないとされている。また、文字が、 単一の起源から発生したのか、それとも地球上の複数の地域で独立に文字が誕生したのかについては、未だに一致した結論は出ていない。釈用と発展現在までに発見されている文字、体系は、あまり多くないいくつかの系統に分類できる。つまり、現在知られる文字体系のほとんどは、他の文字体系を釈用し、発展させて成立したことがわかっている。 借用は様々なレベルで行われるが、それぞれの系統には分類の節で述べた様々な類型に属する文字体系が現れる。また、個々の文字体系の中でも様々な造字手法を発展させてきた。設計文字は現在知られている文字体系で最古のものの一つである。紀元前3500年頃にメソポタミアで誕生した。 粘土の板に足の尖り質を押し当ててくぼみをつけることによって文字を記す。尖り質を粘土に押し当てて引くとちょうどくさびのような形のくぼみができるのでこの名がある。粘土に書いた文字は簡単に書き直すことができるし一方で乾かせば書いたものをかなりの期間保存できる。長期の保存が必要な場合は焼くこともある。現在残っている 設計文字資料の多くは火災や戦災によって焼かれたものである。現在までに発見されている設計文字のうち初期のものが表記している言語はシュメール語と呼ばれシュメール人の言語である。しかし設計文字そのものをシュメール人が作ったという確かな証拠は今のところ発見されていない。最も古いものはウルク文字で。 イラク中部のウルク遺跡第4層から出土し、紀元前3100から3000年頃のものである。また、少し後の時代のものとして、ジャムダドナスルでも、同系統の文字を記した、年度版が発見されている。ほとんどは、小取引の記録や、目録のような経済文書であり、事物や職名、都市名を表す文字と共に数字を記している。また、 初期の養成のためと見られる文字リストも発見されている。一方、ジャムダドナスルと同時期の文字資料が数差で出土しているが、これはエラム語の一種を表記したもので、ゲンエラム文字と呼ばれる。当初の所字方向は上から下の縦書きで、文字はある程度単純化された線画であり、まだくさび型になっていない。紀元前2600年頃から諸字方向が 縦書きから横書きに変わり、その結果、すべての文字が左に90度回転した。その後、筆画が直線化し、最終的には、設計の組み合わせで文字を表すようになる。ウルク文字は、事物そのものを表す、標語文字であるが、紀元前2800年頃から、文字を音節を表すものとしても使うようになる。例えば、牛を表す文字を、 具の音節を表すのに使う。ところが、意図を表す文字でも、具を表せる。同じ音の語は、複数あるから、ある音節を表せる文字も複数ある。これを同音維持性と呼ぶ。また、口を表す語は、かなので、口を表す文字は、かの音節を表す。ところが、この文字は、叫ぶ、g は、z、話す、樹などの語も表すから、 それらの音節を表すのにも使う。これを多音声と呼ぶ。同音字声や多音声は、シュメールの設計文字を尺用した、他の設計文字にも引き継がれる。シュメール語の設計文字は、アッカド語の表記に尺用された。しかし、シュメール語が、膠着語であったのに対し、アッカド語は、屈折語のセム系言語であった。セム系言語では語根を三子音で表すから、 一つの語を音声表記するのには、複数の文字が必要になる。表記を短縮するために、シュメール語の標語文字を併用することもあった。バビロニア人やアッシリア人の設計文字は、さらに、ヒッタイト語、フルリ語、ウラルト語などの言語の表記に借用された。シリアのウガリットで発見された、ウガリト文字は、紀元前14世紀頃の文字体系である。 シュメール起源の設計文字では、文字の数が600余りに達したのに対し、うがりと文字は、字母がわずか30個のアブジャドになっている。字母の一覧を記した資料では、フェニキア文字やヘブライ文字などの伝統的な順序との一致が見られることから、文字体系の組織は、他のアブジャドの影響を受けたと考えられている。また、古代ペルシア設計文字は、 アケメネス・アサ・ペルシアのダレオス一世が作らせた設計文字で36個の開音説文字を含む。設計文字の中では最初に解読された文字体系である。これは紀元前4世紀には使われなくなった。今日では設計文字を表記に使う言語はない。現在までに知られている最も新しい設計文字の資料は 紀元後一世紀のシュメール語標語文字によるものである。エジプトヒエログリフのうち発見されている最古の文字資料は紀元前3100年から3000年頃の先王朝時代末期のものである。エジプトヒエログリフでは古節期の文字資料というものがほとんど発見されていない。あたかも整備された文字体系が突然出現したかのようである。研究者の多くは 数世紀先行するメソボタミアの設計文字の影響があると考えるが、両者にはジボなどに明らかな共通点が見られないため、エジプトヒエログリフが借用したのは、文字という着想だけで、文字体系の組織は独自に発達したものだと考えている。概要初期には様々な媒体に書かれたが、新刊書体が発達すると、もっぱら記念碑や、 宗教関係の碑文にのみ使われるようになった。ヒエログリフという呼び名は古代ギリシア語の他ヒエログリュピカに由来する。文字の多くは標語文字だが一部の文字を標音文字にも転用しており、標語文字では表しにくい概念や形態層を表記しやすくなっている。標語文字は時代によって字型が変わったり、新たな字物を表す文字が追加されたりしたので、 現在までに同定されているものは6センチ以上に、上るが、各時代に実用された数は700から1000程度である。表音文字は子音のみを表記するので、アブジャドであると言える。1子音の文字が24程度、2子音の文字が100近く、3子音の文字が40余りある。1子音文字はもっぱら表音にのみ使うが、その他の表音文字は、 標語文字として使うこともあるため、複数シーンの文字に一シーン文字を付加して、標音文字として使っていることを明確にすることがある。この手法を音声補充と呼ぶ。日本語の送り仮名や漢字の形成にいくらか似た手法だが、送り仮名の場合とは違い、品詞に関係なく音声補充できるし、形成とは違い、標音文字にも音声補充をする。さらに、語に付加して、 意味範疇を表す限定符がある。漢字の変貌に似た働きをするが、独立した文字である。エジプト語は、セム系言語と禁煙のハム語族に属するため、禁煙の概念を表す語は、同じ三神位からなる語根を共有する。標語文字や標音文字と限定符とを組み合わせて、同語根の語を区別し、意味を明確にすることができる。器物の材質のような、 詳細な意味まで限定符で区別することさえある。所持方向は比較的自由で、初期には主に縦書き、後には主に横書きとなり、ブストロフェドンを行われることも多い。ただし、校内の配列順は、神秘上の観点から方向を変えることがある。また、王や神などを表す文字はしばしば前の方に置く。このような現象をジボテニという。 図録写実的な文字の例、NSWTBT 上下エジプトの王という句の一部。図の所持方向は右から左の横書き。出典は画像の説明を参照。文字は時に極めて写実的に描かれる。ただし、現代の投資図法によるような写実性ではない。例えば、人を表す文字では、頭部全体や脚部は横から目は 正面から描くというように、様々な角度から見た対象の特徴を平面上になるべく忠実に描写しようとする。文字は彩色されることもあるが、色は意味に関係しない。ヨーロッパでは16世紀からエジプトヒエログリフの解読の試みが活発になったが、文中の人名などに基づいていくつかの表音文字の音歌を決定できたにとどまった。 このため、エジプトヒエログリフの大半は、象徴的な概念を表現した文様であり、完全な文字体系ではないとの誤解が生まれた。ヒエログリフが、標語文字と共に、標音文字としての機能を持ち、独自の合理性を持つ文字体系であるということを最初に証明したのは、19世紀のシャンポリオンである。新刊書体と民衆書体新刊書体は、ヒエログリフを、 簡略化して筆記用にしたものだが、その原型となる文字資料はヒエログリフと同じくらい古い。まとまった文章が現れるのは第四王朝時代頃からである。新刊書体は主に行政文書や商業文書に用いられた。パピルスや石片や陶片に筆とインクを使って書かれた。石に掘られることは稀だった。文字体系の組織は、 ヒエログリフと一致し、新刊書体で書いたものをヒエログリフに本字することもできる。ヒエログリフの筆記体であると言える。はじめは縦書きだったが、後に横書きに変化する。しかし、文字の向きが変わることはなかった。その後簡略化が一層進み、紀元前大千年期前半に新刊書体から民衆書体が分化した。 民衆書体では続け書きや略体が多用され、ヒエログリフとの間で文字ごとの対応付けをすることはもはや不可能である。紀元前600年頃から宗教文書以外では完全に新刊書体にとって変わった。民衆書体は日常的な文書にも用いられた。新刊書体と民衆書体の名は古代ギリシア語のヒエラティカとデーモティカに由来する。 民衆書体の所持方向は横書きである。やはりパピルスやオストラカにインクで書かれたが、プトレマイオス朝時代にはギリシアから入った足のペンで書くことが多くなった。この頃から記念碑などの碑文にも使われるようになる。1799年に発見されたロゼッタストーンはヒエログリフ、民衆書体、ギリシア文字のギリシア語の三種の文字体系で記されている。 今日では、エジプトヒエログリフやその新刊書体民衆書体を表記に使う言語はない。現在までに知られている、最も新しい資料は、紀元後後世紀の民衆書体によるものである。この後、エジプト語や、それから派生した言語を表記する、文字体系は、コプト文字だけとなった。影響を受けた、文字体系原始内文字は、 市内地方の神殿遺跡から発見されたのでこの名がある。少なくとも23のジボを持つ。解読はまだ十分に進んでいないが、ジボの半数はその時系から見てエジプトヒエログリフからの借用である。つまりエジプトヒエログリフから借用して生まれた表音文字体系である。類型としてはアブジャドである。ジボの多くが表している事物が原価漫画文字や、 フェニキア文字の字母の故障と一致することから、フェニキア文字は原始内文字から派生したという説がある。この説が正しいとすれば、エジプトヒエログリフは、今日のほとんどの音祖文字体系、つまり、今日使われている多くの文字体系の祖に当たることになる。メロエ文字は、紀元前2世紀に生まれた。古代ヌビアの駆種王国で、メロエ語を表記するのに用いられた。 23個のジ母からなり、大部分がエジプトヒエログリフからの借用であると考えられている。ヒエログリフと筆記体があり、ヒエログリフは縦書き、筆記体は横書きであった。アブギダに似て、シーン磁母に特定の母音が伴っているが、それ以外の母音は独立した磁母を書くことで表す。また、一部の死ン母音結合は独自の文字で表記する。このか。 クレタやヒッタイトで発見されているヒエログリフと呼ばれる文字体系もエジプトヒエログリフの影響を受けていると考える研究者もいる。影響を受けた文字体系、キッタン文字、古装技、女神文字、聖火文字、チュノムは漢字の影響を受けて生まれたと考えられているが現在は使われていない。漢字を取り入れた表記体系新たな文字体系が成立するときに 複数の文字体系を取り入れることはしばしばある。また、別の系統に分かれた同時代の文字体系同士が影響を与え合って発展していくこともある。本節では、複数の文字体系から影響を受けたことが特にはっきりしているものを取り上げて解説する。執筆にあたって以下のものを参考にした。なお、特定の文字体系に関する記述で参考にしたものに。 ついては、注目参照。用語の選択は、以下のものになった。これらに見えないものは原則として、言語のカタカナ書きとした。全般、基本的な概念、分類系統電気通信、コンピュータと文字。ありがとうございます。